だとこの花が終わったら花を全部こう摘むんですよね、はい、それを切るんだけど枝芽がないところで切っちゃうと芽吹かなくなっちゃうので、うん、ここの枝がなくなるとここが吹くかっていうと吹くんだけどもこの眠ってる芽が起きるには他にたくさん芽があると眠ったままになっちゃうんですよ。なんでこの芽を確認してからこう剪定をするんだけどこの状況だと多分なかなか芽があるかないかがこのちっちゃいのがあるんだけどよくわからないので、うん、普通これを剪定しようとしたらこの花芽が全部見終わって花がらを摘んでもうちょっとすると芽が動いてくるんですよ。でこれ実際に動いて芽があるのを確認して芽がある2つぐらいでこう剪定してあげる。3月半ばぐらいになるともう今度枝芽がチク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 こうよく分かるようになってくるんでそしたら切ってあげる。これはねお正月用の梅の作り方なのでその年に伸びて枝を長くこう止めて3枝を花芽をつけて売りやすくしている作り方なので、うん、後でちょっと困っちゃうんですよ。これを例えばこことここに芽があったとしてこうやって切るんですけど来年ここから芽が出るじゃないですか。出た芽も楓とかもみじみたいに2芽とか2葉ぐらいで伸びたのを切っちゃうんですよ。してあげるともうここで芽が止められちゃってるので梅って必ず先端には芽を残すんですね。潰れた芽がなくなるのでただどうしてもこういうんだとバサッバサッとちょっと大きくなっていっちゃうのでこれを再生する方法としては芽を一切なくす。どっかに芽を残しておくとその芽だけが出ちゃって木がね横着してね新しい芽を吹かさないんですよ。なので全部切っちゃう。そう、こういうふうにね芽をね一旦ね全部なくしてしまう。そうすると従来もう準備されてた芽がなくなっちゃうので慌ててこういうところで眠ってた芽が一生懸命起こすんです。でこれってね春先直前よりはね、まあ、できるだけ早めにやった方がいいので花見終わったらすぐにもし孵化するなら再生するならね。で根もこの時期だったらホームセンターとかで買う木っていうのはこういうタイプでできてるんですけどさっきうちでこういうふうに鉢に入るようなように小さく原木の時に切るんですよっていう切り方をまずしてないです。普通のこういうホームセンターとかで売ってるようなやつはね。なのでこれは意外とそこでないけど長いじゃないですか。これをこういうふうにした時にここまで使ってもいいんですけどもしかしたらここ天砂利みたいに削ってここでだけでこう作って遊んでみたいとか、うん、そういうふうにしたい場合なんかは頭をこう潰した時にでもこのタイプってよくあの安く売店で売ってるじゃないですか、はい、これをね自然の時期にこうやって花見するのもいい。逆に花芽を玄関とか家の中で入れちゃって少し早めの花見をしちゃってでその花芽終わった時の今頃もう家の中にいる時は今頃もう終わっちゃってるんで今頃っていうのは2月の半ばぐらい2月の頭には普段なら2月の頭上旬に咲く花なんですけど暮れにお正月に花見をしちゃったとか、うんうん、少しあの家の中でリビングのところに置いたりダイニングのところに置いて、はい、花見をしながら花が終わったのを今頃やるとかね。普通花が自然で終わってからやるんだとちょっと遅いかな、うん、まあ、あの眠ってる芽をね起こす時間がちょっと欲しいんですよ。芽が吹く直前にやるとちょっと芽吹きが終わる。一番いいのは冬今時期にもう関係なくやっちゃうのが一番いいんですけど、うん、まあ、例えばこういう風にしてこれをもっと小さくしたい場合はさっき言ったみたいに取ってしまう。まあ、これですごい取っちゃったように見えるんだけど意外とこうやって根は残ってるんですよ元々、はい、根を短くしただけで根の先端っていうのはちゃんと一本一本残ってるので、うん、ここから水を吸うんですよ。これがね10センチ長くても同じなのそこの10センチ先からしか吸わないのでまあこれはやってもやらなくてもいいんだけど例えばこういうふうにしてここをね将来削ったとするじゃないですか。これ今削らなくてもいいんですよ、うん、まあ、仮にここをこう削ったとすればこういうちょっとちっちゃい小雪、でこの時ならこれができる。
ちょっと今度は商品チックになったでしょ。さっきのいかにも売店で売ってるお正月用の梅がこういう風に作り変えることも可能。なるほど。でみんなよく売ってる東寺梅だとか大阪月だとか種類物の園芸店で売ってる梅は盆栽にしづらいって、まあ、確かに作りづらさで言ったら野梅なんかに比べると作りづらいんだけども、うん、みんなできないと思ってる人もいるんですよ。でも全然ね、春の切り込み方と持ち込み方で東寺梅だとかいう花付きがやたらいい品種のものでも、うん、ちゃんと小枝ができるし盆栽になるんですよ。どうしても松竹梅用みたいなやつで買ったこういう梅ね、うん、こういう状態で売店で皆さん買われて、こっからこの作業をやることができないので、うん、こっから先枝を作っていっちゃうんでコンパクトな盆栽に仕立て上げられない、うん、切り込み方も分かんないから 2,3 年するとバサバサバサっとでかくなるだけど、ちゃんと、まあ、ここまで小さくするしないは別として、切り込み方が分かってて再生の仕方が分かってれば、うん、きちんとした盆栽にどんな種類でもなる。へ、こういうふうにこの間買ってもらったやつもこういうふうにできます。めっちゃ勉強になりました。まあもし自分でやる勇気なかったら持ってきてくれればと思います。こういうのも面白いでしょ、うん、これなら畑はなかなかことがないかもしれないけど、これならねできますもんね。そうですね。こういうね、まあ、これなんかもこういう畑のこういう技術の応用なんで、まあ、ちょっとしたところで扱ってるから買ってる人多いんですよね。まあホームセンターとかで買った梅を盆栽に仕立て直すみたいな意味合いのやつでやって、うん、でまあこの技術がどこから来るかっていうとここから来るんですみたいな。なるほど。こっちやる機会ないけど、これならいくらでもやる機会がね。で今ちょうど花で売ってて、ホームセンターとかでいろんな品種物で気に入った花があったら、八重でも赤でも白でも一重でもその花のやつを買ってきて、こういう風にすれば、みんなある程度で花だけ落として積んでるっていう作業をしかみんなやってないですね。まあ、基本的にそのサイズで維持していくにはそれでいいんだけども、でもなかなか盆栽で梅なんかで古い木になったりするとそこそこ値段良かったりするじゃないですか。 ね、でもホームセンターとかで売ってるこういうのってこの木だって普通に売店で1500円とか2000円で売ってる木だから、うん、そういうのを買ってきてこういうことすれば、まあもちろんねリスクはあるよ。芽が出ない時もある。そうですね、うん、あるんだけど、とか思ったような芽の吹き方もしない時もあるんだけど、うん、それは生き物扱ってる以上、そうですね、必ずあることで、でここまでやったから枯れることもあるんだけども、うん、こういうことをするのは逆にこのタイミングしかない、うん、なるほど。くれぐれも自己責任でお願いしますと。真似してやったから枯れたっつっても苦情言われても困りますと、うん、ね、でもうちでこれやってね、たまにあるけどほぼほぼ枯れることはあんまりない。なるほど。でこのお仕事をしたから枯れたっていうよりもこの後の術後管理が悪くて枯れることがあるから、乾かしすぎちゃったとかそういうことはあるけど、でもこういうことはね面白いですよ。で、はい、今ちょっとこうやってここを削ればねってやったけど、はい、実際にはここ削らずに1年ぐらいしてから削ってもいいし、うん、もっと丁寧に最初にきれいに削っちゃって最初からもう皮を剥いちゃって枯らすようにしてこうやって削っちゃえばもう絶対芽吹かないじゃないですか。そうするとここが好きなところをこう枯らしていってあげるっていうかね、逆にね生かすんじゃなく好きなところを枯らしてあげる。今ここだけをこうやったけどもしかしたらこっちの方までこうさばきみたいにしたいんだったら、ね、今なら皮は柔らかいじゃないですか。まあこういうふうにしちゃっといて芯が枯れてその後彫刻をもう一回きちんとし直してちょっとこうサバのような木にねするとか、まあ、そういうこともできますね。できると、うん、まあ、もちろん今削らずにさっきのこの辺から出た芽を使ってもいいし、ね、うん、その辺はまあ自由なんですけどね。なるほど。まあこういうお遊びの仕方ができるのでありますよ。ホームセンターで買った梅も盆栽にできます。作り変えると、はい、盆栽にできない品種の梅はないです。ない、まあ、多少の出来方の違いはあるともこの品種は盆栽にならないよっていう梅はないので、うん、どんなやつでもできます。じゃあぜひお試しあげて試してみて。まあ浄水できるかどうかは自分の腕次第やり方次第なのであとは木に効いてくださいってところが結構盆栽はあるのでね、
まあ、その辺は何とも言えないですけど、こういうふうにやること自体の遊びがね、うん、盆栽楽しいので、でうまくいったらなおさらハッピーと。そうです、はい、ありがとうございます。そういう感じですかね。